肉親チャンネル始まるよ。はい、皆さんこんばんは。肉親チャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、こちら、久しぶりにディズニーのシリーズやっていきます。ダッフィーとシェリーメイですね。こちら、ぬいぐるみのサイズ感についてですね、皆さんにお伝えできればなと思ってます。で、こちらの、ダッフィーとメイなんですけど、現在のディズニーランド、ディズニーシーで売っている M サイズっていうですね、1万円くらいのですね、1万円くらいで1体ずつ、1体1万円ずつで売っている、ぬいぐるみになります。で、僕もそうなんですけども、ぬいぐるみを買うとき、実際の大きさってどのぐらいなんだろうと、行って、その場で見ればいいんですけど、家に持ってきたときどのぐらいの大きさなのかなとか、子供がね、抱っこするのにどのぐらいの大きさなのかなとかっていうのをね、知りたいかなと思いまして、思いついて今日この動画を撮ってみることにしました。こちら、ダッフィー M サイズなんですけども、カタログ上というか、ホームページ上のデータはこんな感じになってます。身長、座った高さですかね。それから、このお腹周りですね、の大きさなどがこういう風に記載されてます。ただね、数字見ても意外とわかんないんです。で、よくね、インターネットとかだと、S サイズ、M サイズ、L サイズで、こう、並べてあって大きさ比較って書いてんですけど、やっぱ、正直ね、わかりづらいです。こうやってソファーに今座ってますけども、これでもどのぐらいなのかね、わかりづらいので、実際に、測ってみたいと思います。まずですけど、このダッフィーの、頭の大きさなんです。この M サイズの頭の大きさなんですけども、だいたい人間の頭の大きさと同じぐらいです。なので、これ、ヘルメット用意しました。バイクのヘルメット、フルフェイスですね。比べてみてください。はい。人間の頭ってここに入りますね。ここに入るぐらい。ちょうど、かぶせたぐらいですね。だから約、大人の人間の頭と同じぐらいの大きさになります。はい。身長とかですね、お腹周りはさっき言ったようにスペック表に書いてあるので、わかると思います。スペック表じゃないね。カタログに書いてあります。続いて、重さを測ってみたいと思います。ですね。映るかな?はい、ちょっと測りに乗せてみました。足ついてるんで正確なね、重さじゃないんですけど、だいたいですね、720g ぐらいでしょうか。はい、足の分除いてですね。はい、このぐらいがダッフィーの M サイズの重さになります。はい、で、ダッフィーの大きさをですね、表すちょうどいいものを発見しました。こちら。みんな大好き、イオンのカゴですね。大体ですね、座った感じの高さ、それから、腕を合わせた横幅、大体ですね、一緒なんですね。はい。で、重さもですね、ダッフィーが、約 700g、ダッフィー M ですね。で、この、イオンのカゴもですね、だいたい 700g なので、皆さん毎日ね、スーパーとか行くと思うんで、持ってると思うので、このダッフィー M は、このイオンというかね、スーパーのカゴぐらいだと思ってもらえればいいですね。だからお子さんとかにもしね、抱っこさせるんなら、このスーパーのカゴをこう抱っこさせて、で、あ、こんな感じだなって、イメージをつけてもらえればいいかなと思いますね。で、こちらのカゴなんですけど、見てください。シェリーメイと同じ色なんですね。イオンのこのカゴね。だからこう、ダッフィーとメイみたいな。ダッフィー&メイですね。でね、
ダッフィーだけ買って、いやメイ欲しい、メイ欲しい、子供ね、メイちゃん欲しいよ、メイちゃん欲しいよって言ったらね、家に帰ったら買ってあげるからって言ってね、この、ぜひ、イオンのね、カゴを、お子さんに買ってあげてください。きっと喜ぶと思いますよ。はい。いかがでしたでしょうか？はい。ダッフィーの、サイズ感、イオンの、この、カゴ。こちらが、約、ダッフィー M とですね、同じぐらいの大きさ、重さになりますので、ダッフィーをご購入を検討の方はですね、参考にしていただければと思います。ご視聴ありがとうございます。